はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。すみ様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動を資金にさせていただきたいと思います。岸田文雄総理、泉健太立憲代表、志位和夫元共産党委員長、誕生日おめでとうございます。7月29日。私も実は今日が誕生日なので一つ年を取ってしまいました。よりもよってなんでこの3人と同じなのだと、頭を抱えて、しまいます。あとですね、故橋本龍太郎総理、元総理、橋本龍太郎元総理も7月29日生まれだそうであります。どうせ同じだったら高市さんとか杉田さんとかがよかったなぁ。というパリ五輪単身、パリ五輪男子柔道66キロ、阿部一二三選手26歳、金メダル獲得、五輪2連覇、東京も金、パリも金、五輪2連覇は日本人選手としては8人目と、やっぱ柔道日本は強いんだな。金メダルまでに4回戦ったんですけれども、阿部選手一度も技ありを取られず勝利するという完全試合を達成いたしました。これも快挙ですね。東京五輪では妹さんの阿部詩選手24歳も金メダル獲得でですね、兄妹兄弟で、金メダルを成し遂げた、偉業を達成しましたけれども、残念ながら詩選手は2回戦敗退しております。まあ、あの時の運だししゃあないですかな。なんかあの相手選手の反則見逃してたなんて説もありますけれども、審判がねここでも誤審かみたいな。フェンシング加納光輝選手26歳、男子個人エペ、競技で金メダル獲得。フェンシングの個人競技で日本人が金メダルを取るのは史上初だそうであります。個人じゃなければ取ったっていうのは、まあ、団体戦とかでは取れてるのかな。決勝で破った相手は地元フランスのヤニック・ボレル選手、スター選手。フェンシングって完全に欧州の競技だし、そこで日本人が勝ち続けるとルール変えられちゃうなぁ。ヨーロッパ貴族の遊びから始まったもんだもんねこれね。クーベルタン男爵っていうね、参加することに意義があるという、ことでですね、昔ギリシャでやってたらしいスポーツ競技を復活させたっていうのが始まりですもんね。あとあのバッハ会長って言いたいじゃないですか。バッハ会長、あの人も男爵だそうであります。ヨーロッパ貴族のお遊びなんだよな五輪っていうの。もともとがスケートボード女子ストリート競技で、吉澤ココ選手、嫁ねー恋選手って言うんじゃね、14歳が金メダル獲得。銀メダルは吉澤に敗れた、赤間リズ選手、これも嫁ねーリオンとか呼んじゃうな、選手15歳で金銀制覇の偉業達成。すごいな。前回の東京五輪からスケボーがあの正式種目となったんですけれども、東京では日本最年少の13歳で金メダルとなった西矢椛選手に続き日本勢が金2連覇、なんでこんなに日本勢が強いのかは謎。他の国はあのスポーツ人口少ないとか練習設備がないとかの事情あるんでしょうかね。それともあの少年少女が全員サッカーやってしまうとか、そういうのでスケボーやってるやつなんかいねえみたいな、あとあの道が舗装されてねえとか、そんな事情があるんでしょうか。前日に柔道女子48キログラム級で、金メダルを獲得した角田夏実選手に超大物が電話。見事な戦いぶり、皆感激しました。世界の角田、巴投げの角田、しっかりと示してくれたことを喜んでいますと、電話したのは岸田総理。金メダル取ると総理から電話がかかってくるのかと話題に乗っておりました。金メダリストの角田選手の人気にあやかろうと思って一丁噛みしようと思って、岸田総理
こっすいんだよなって、日本勢が現時点までに獲得したメダルは金4、銀2、銅1、今この喋ってる間にも増えてるかもしれないですね。開催国フランスや米国なども上回るペースで獲得数現在トップだそうであります。息切れしないでね。女子サッカーなでしこジャパン、1試合目からブラジルと当たってしまってですね、誰もが敗北必至かと思っていたんですけれども、ロスタイムに2点も入れて大逆転勝利、0-1 で迎えた、ロスタイムなんですけど、ロスタイムのうちに2点入れて 2-1 で勝っちゃったって。ブラジルのハンドで PK これ決めて、熊谷紗希選手が決めた後、谷川桃子選手がミドルレンジシュートを決める展開で2点取って勝利。サッカーをやることがですね、国民の義務となっているブラジルに勝つのは立派ですね。憲法で決まってるんですよね、確かね、ブラジルでは、国民全員サッカーやることって憲法で、会場はめちゃめちゃ暑そうでした。試合会場、選手の皆様お疲れ様でした。あの感じだと見てる方も辛かったろうな、暑くて。ふざけすぎたパリ五輪 開会式が波紋を起こしまくり、アメリカ通信会社シースパイア、開会式で最後の晩餐が嘲笑されたことに衝撃を受けた。シースパイアは五輪から広告を撤回する。スポンサー降りるってことですね。金引き上げるっていうことですね。フランスカトリック最高機関、司教会議が声明発表。残念ながらキリスト教を嘲笑する場面があり、深く遺憾に思う。全身青塗り男と肥満自由の女神が登場した最後の晩餐もどき、が小バカにしてやがる、嘲笑してる、と取られたみたいであります。世論です。キリスト教を小バカにしたのは非常にまずい。敬虔なキリスト教徒なら批判して当然、左も右も関係ない。あれはまずいだろうと思ってたらやっぱりだった。小バカにしたのがイスラム教だったら死人が出るレベル。なんでこういう奴らって仕事に私情挟むんだろう、持ち込むんだろう。そうそう、ハリウッドもディズニーも一部による思想汚染がほんとひどい。ルペン党が躍進するのも理解と、神道をバカにされた感覚ですかね。例えばですけど、天の岩戸からヒゲの女装男が出てくる的なね、そりゃ怒るわね。反応したのはカトリックですけれども、プロテスタントは無反応なんでしょうか。気になる気になる。大手スポンサー撤退と宗教ガチ勢に怒られて心底ビビったのか、普段傲慢を絵に描いたような IOC が全面謝罪。私たちにはいかなる宗教団体や特定の信念を軽視する意図はない。もしも開会式で傷ついた人々がいるなら本当に申し訳ない。これ前代未聞っていうか、五輪委員会、IOC の設立以来初めて謝ったんじゃなかろうか。初めて。いつも木で鼻をくくってほら貴族の遊びだからさ。なお世界中にキリスト教徒は約24億人いると考えられており、なんと人類の3人に1人がキリスト教徒と、ヨーロッパ貴族よりも上なんかな。やっぱキリスト教を怒らせたらまずいなって、うっすらガチでビビって、全面謝罪したのかな。まあ史上初ですね、多分ね。世論です。価値観破壊の悪意丸出しだったもんな。東京は意味不明すぎて誰も理解できなかったからよかった。東京は海外からの評判よかったぞ。ヤバさが後世までに語り継がれるレベル。欧州議会フランス議員も激怒。普通の LGBT 界隈の人もドン引きだった。ポリコレは宗教、宗教に加点。フランス人が一番恥ずかしかったはずと、日本のマスゴミあの場面をなかったことにしているようであります。あと五輪医の公式 YouTube からもあの動画削除された。さすが卑怯卑劣が服着て歩いてるような世界最低最悪の日本のマスゴミであるな。肥満自由の女神がですね、フランス版マツコデラックスってあだ名ついててちょっと笑いました。欧州貴族の IOC が本当に申し訳ないと謝るのは異例っていうか前代未聞っていうか多分史上初、もしかしたら初めての謝罪かもしれない。今回のことはそんだけやばかったということで、と言っても謝ってあら何してくれるって言われても
なさそうなんですけどね、申し訳ないって言うだけで、やっちゃう前に分かんなかったのかな。やっちゃう前に分かんない、これキリスト教って分かんないって分かんなかったのかなっていう、世界共通でパヨは幼稚ですからね、やけどするまでやるとか、怒られるまでやってギリギリを探るとか、姿勢が基本なのかもしれないですね。世界中のパヨ。大阪道頓堀の4倍汚いセール川、汚すぎてトライアスロン公開練習が中止になりました、雨降ったんでとか言い訳してますけれども、泳ぐと最悪命を落とすみたいであります。30日から始まる本番は本当にやれんのが心配されているみたいであります。30日明日じゃねえか、世論です。30日が本番なのに今日あかんってもう無理やろ。東京湾より汚いんか、パリやべえな。頑張ってきた選手がかわいそう。開会式の時ドブ川みたいな色だった、だそうであります。地中海側とかいくらでも綺麗なね、敵地あったのに固くなにセーヌってしちゃったんですよね、これね。なんか意地みたいなのが感じるけど、パリといえばセーヌみたいな、それで選手が死んだら元も子もないんすね。何より呆れたのはですね、汚いから110年前から遊泳禁止っていう事実。お前ら110年間何やってたんだ、水質改善する気全く起きなかったのかと。2022年7月26日に秋葉原無差別殺傷事件、7名を殺害、10名に負傷させた加藤智大の死刑が執行されて以来、丸2年の間一度も死刑が執行されていない異常事態発生しております。通常は年間 2,3 人のペースで執行していたそうであります。民主党政権時代も、されていた、やられていた、障害者19人を殺害した植松聡もまだ生きてるみたいであります。世論です。法務大臣の怠慢だろ、更迭しろ。今も奴らを俺らの税金で養ってるんだな、ふざけた話だ。自動的に1年経過で執行とかにしたらいいのに。執行は放送の自由自在とか意味わからん。こんなんだから AI でいいって言われるんだ。一応6ヶ月以内の執行となっているのに、放送が法を守らないとはこれいかに。確定している刑罰を執行しないっていうのはおかしいと。この間ですね、法務大臣を務めたのは斉藤健65歳と現在の小泉龍司71歳、元財務官僚、この2人が法務大臣の職務放棄してるみたいですね。一応6ヶ月以内って目安あるようなんですけれども、法務大臣が決まり守んなくていいのかなーって。そりゃね、公用車にスピード違反させてですね、有権者買収で3年の実刑食らった河合克行なんていう法務大臣もいましたけれどもね。今日の単身です。元社民の土佐翼区長が居座る世田谷区さん、ふるさと納税流出額が100億円を突破。単純に言って100億円損してる。土佐翼区長、校舎の建て替えに支障をきたす。いや、子供どんどん減ってるんで、古くなった校舎は廃校でいんなねえの。子供を出しに金引っ張ろうって魂胆が見え見えなんですけど、土佐翼区長ね。欧州薬品庁エーザイ開発のアルツハイマー治療薬レカネマブについて、試験の結果脳内の腫れや出血が見られ、効果が副作用のリスクに見合っていないとして承認しない方針だそうであります。エーザイは再審議を要求する方針。レカネマブは現在6カ国で承認され、日米中ではすでに販売が開始されているみたいであります。治療薬とあるが、正しくは進行を遅らせる薬だそうで、しかも初期に投薬しないと効果がないということは、中期から後期の進行過程を遅らせることはできないってことなんですかね。初期から中期は遅らせられるんだけど、しかも薬価がバカ高いらしい。1人分で286万円ぐらいかかっちゃうんだって。遅れたか遅れてないかは同一条件で比べらんないですからね。薬がなかったらもっと早まってたよ進行がって言われてもさ、それ証明できないしね。メキシコ国境と接し、不法移民に悩み苦しみ、いざとなったらテキサス国で独立するわ、アメリカ連邦から
あの離脱する。で、鼻息が荒いテキサス州3、何百人もの不法移民をバスに乗せ、カマラ・ハリスの自宅の庭に放流カマラ・ハリスの家の庭に呆然と焚き尽くす何百人もの不法滞在者の映像がシュールでありました。日本もね、あの偽装難民の不法滞在者は岸田総理の家の庭に放流してはどうだろう、連れてってあの追っ放してくるっていうのはどうでしょうね。あとはあの役所に生活保護くださいなんて来た外国人は、そいつんちのあのその人の国の大使館とか領事館に連れてって追っ放してくるっていうのが正しいあの処置だと思うんですけどね。他の国ではそうやってんじゃねえの、生活保護くれてねえでって思うんですけどね。というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。